エレバスは、イギリス海軍のモニター艦。エレバス級の一番艦。アラブスとは、ギリシア神話における神の一人で、地下世界の支配神であるエレボスの英語系である。本級は、海上戦闘ではなく火力支援を主目的として、設計され、その喫水はごく浅いものであった。射撃時の安定と防御力の向上のために原則には、大きなバルジが取り付けられており、 原則下は極端に横に張り出した形になっている。武装は42口径15インチ砲2門を連装砲塔として全甲板に装備した。本級は第一次世界大戦当時におけるドイツ軍の沿岸砲台よりも長い射程を持つよう計画されており射程距離を伸ばすため砲塔は高いバーベット状に位置し最大射程は4万ヤードであった。走行は 砲塔が13インチ、バーベットで8インチ、司令塔6インチ、バルクヘッド4インチ、甲板2から4インチであった。また、原則の大型のバルジにより、強固な大魚雷防御構造となっていた。第一次世界大戦中、エレバスは、ベルギーのオステンドとゼーブリュッヘを拠点として、ドイツ海軍に対して攻撃を行った。1917年10月28日に、 ドイツ海軍のフロリダボートによる攻撃で損傷を受ける。1919年には、連合軍のロシア内戦干渉に参加し、八海及びバルト海での艦砲射撃を行った。1921年、エレバスは、ドイツ戦艦バーデンに対する砲撃試験に参加した。その後、第二次世界大戦まで、主に砲術訓練艦として活動する。 回収の上ケープタウンに警備官として配備されることとなり、1939年8月には工事が完了したが、第二次世界大戦の勃発により配備は実現しなかった。エレバスは地中海東部へ配備されることになり、南アフリカ経由で地中海へ向かったが、その途中で日本の参戦により目的地が変更となった。 1942年3月2日にエレバスはトリンコマリーに到着し、そこの警備官となった。4月9日、日本軍によるトリンコマリー空襲で、資金団により被害が生じ、戦死者5名を出した。日本軍の攻撃の結果東洋艦隊がキリンリニエ、シリゾクとエレバスもそこへ移った。9月にはマダガスカルのマジュンガへの上陸作戦に参加した。 1943年、エレバスは、スエズ運河を通過して、地中海へ移動。7月、シチリア島上陸作戦に参加。7月20日には爆撃で6名の戦死者を出した。1944年6月のノルマンディー上陸作戦でもエレバスは陸上に対する支援砲撃を行った。この際に、榴弾の後発事故により15インチ砲一門を、 損傷している。1944年9月10日、エレバスはアストニア作戦でルアーブルに対して攻撃を行った。沿岸砲台からの反撃を受けて損傷し、しばらく戦線を離脱した。11月にはオランダのアルヘレンに対する上陸作戦であるインファチュエート作戦の支援を行う。エレバスは1946年7月に廃棄された。 エレバスの15インチ砲一門は、イギリス海軍最後の戦艦である、バンガードに転用されたとされる。ビッグガンモニターズ、P166、ザ・キャンペーン・イン・ノース・ウエスト・ヨーロッパ、ザ・チャンネル・ポーツ、セプテンバー1944、ザ・カナディアン・アーミー。 1939から1945デパートメントオブナショナルディフェンス P2252010 年9月18日ツラインザ15インチガンズオブ HMS ヴァンガードありがとうございます